はい、こんにちは、タカです。昨日は月曜日、週明けの相場ということになりますけども、ちょっと動き全然なかったですね。この理由というのはもうこれはアメリカ、あとはイギリス、この辺りがお休みだったというのが大きいかと思います。週末には債務上限問題の、まあ、決着ということになるんですかね。デフォルト回避というニュースも流れてきましたけども、まあ、あまり材料視されなかったんですけども、昨日は全然動きがなかったです。先週はすごく強いドル買いトレンドが出てましたけどね、これがまあ海外勢戻ってきてどうなるかというところですかね。今週は月末も絡んできますんでね、リバランスなんかもこれはあるかもしれません。そのあたりは注意は必要ですね。それを踏まえて各チャートを見ていきたいと思います。まずこちらがドルインデックス、10時間足に冷やしを重ねています。まあ、ドルはすごく強いですね。もうこれはもう分かりやすい動きしているかと思います。すごく強い上昇トレンドが見えていますけども、先週の金曜日、そしてまあ昨日なんかこうもう出来高も薄かったですからね、これはもう仕方もないかなと思いますけども、まあ、ちょっと動きがなくなってきています。今の環境はもう調整局面と見ていくのがいいのかなと。ですから自分の場合もこの調整局面はまずはレンジを疑うんですね。レンジを疑うならまあ高値安値、これを見つけていかないと、まあ、上から売るとか下から買うとか、これができないですから、この高値安値というのをはっきり見つけていきたいところなんですけども、まあ、ちょっとこう動きがないですからね、まだはっきりこの高安が見えてないような状況です。今日は海外勢も戻ってきますからね、この状況で高値もしくは安値でもいいんですけどね、この辺りを取ってくるかどうかというところが、まあ、最初のポイントだと思います。僕自身は今もこれ調整局面に入っているかと思ってますんでね、高値安値の把握というのをまず最初にしていきたいと思います。はい、変わりましてこちらが円指数になります。1時間足に冷やしを重ねています。昨日の円指数も、まあ、あまりこう動きがなかったですかね。ただこの円に関しては先週末、売りのトレンドがすごく強くこう出てたんですけども、まあ、この動きを一旦止めたというのはちょっと意味ある動きかもしれません。まあ、この円売りというのはおそらく海外勢だと思いますんでね、昨日はその海外勢がいなかったわけですから、まあ、安値更新しなかったというのは当たり前といえば当たり前かもしれませんけどね。ただまあ一旦流れが止まったという環境はありますんで、自分ならやっぱり調整局面を疑って見ていくことになるかなと思います。するとまあドルと同じですね、まず見ていきたいのは高値安値の把握、これが見えれば上から売るなり下から買うなりすることができますからね。この壁というのをまずは見ていきたいところですけども、まだはっきり見えてないですね。流れが止まっただけです。ですからまだまだまあローソク足が足りないということになりますけども、ただまあ高安の把握というのをね、まあドルと同様にまずはこうしっかりしていきたいなという環境ですかね。まあ、月末なんかもこう絡んできますんでね、まあ少しこう調整の動きなんかにもこう警戒ベストだと思いますね。はい、変わりましてこちらが通貨の強弱チャートになります。東京時間で少し流れが出た後はもう全然動きがなかったですね。後半も横ばいになってしまっています。やっぱりまあ昨日はこう大して見るべきポイントもなかったかなと思います。海外勢が戻ってくる今日どうなるかというのがまあ大きなポイントになってきそうですかね。ただまあ今月というんですかね、すごく強いドル買いトレンドが出た月になりますんで、今週はもう月末になるんでね、このあたりのリバランスなんかはこう注意が必要だと思います。はい、変わりましてこちらがドル円の4時間足週足を重ねています。まあ本当に今月はもうドルが強かったですね。結果ドル円は高値をブレイクしてきています。上昇トレンド、まあ、週足でもしっかりトレンドが出てますから、まあ、今週も高値更新は見たいところですけども、まあ、昨日も全然動きなかったですからね、まあ、これはまあ仕方がないかなと、今日からがまあポイントかなと思います。そしてまあこの5月の大きなトレンドのまあ締めというんですかね、今日明日で月末を迎えます。リバランスやっぱりこれちょっと注意したいですね。まあ、特に今月はこう株式なんかもよく動いてましたんでね、このあたりも含めてどうなるかというところですかね。まあ、分かりやすく言うと、まあ、少しこの調整の動きに気をつけましょうということになってくるかと思います。はい、こちらが1時間足冷やしを重ねています。冷やしを見てもすごく強い上昇トレンドが見えています。このあたりがまあ直近の高値、ブレイクしてもう一段伸びたと、そういう場所になりますかね。もう少しこう小さな波を追った際の、まあ、波の起点部分ということにもなってくるかなと思います。現在も140円乗せてきていますからね、まあ、ということはまあ多少押しが入ったところで押し目買いなんかも全然入ってきやすい環境かと思いますね。ただまあ昨日もそうでしたけども、流れが一旦止まってますからね、やっぱり調整局面は意識したい。ということはまあ高値安値の把握、これをしっかりやっていきたいんですけども、今日そして明日がもう月末を絡んだそういった売買日になってくるかと思います。海外勢も今日から戻ってきますので、今月はもう一方的なトレンドが出てましたんでね、この動きに対してのまあ調整の動きは少しやっぱり気をつけた方がいいように思いますね。高値ブレイクしてくればもうこれは何も関係ないんですけどね、押しが入ってきた際にまあどこをポイントとして見ていくのか。ドル買いというのはもうこれはもうトレンドがしっかり出ていますからね、もうこれはいいとして、では問題はどこで買うのかというところですよね。
調整の売りをしっかり拾いたいところですからね、このサポートを探す、もしくはまあショート目線で見ていくんなら、その調整の売りを短期的にショートで見ていくということにはなっておきそうです。はい、こちらが15分足4時間重ねています。もう少し短期足で見ても上昇トレンドが見えてくるんですけども、昨日の相場に関してはやっぱり調整の押しが入ってきたという状況ですかね。一旦高値更新が止まりましたので、141円手前というのは一旦の壁ということになっておきそうです。一方でまあサポートは139円の50、これ金曜日の安値になりますかね。これを割り込んでしまうと、まあ、波の反転なんかもこう短期足では見えてきてしまうことになりますので、ロング線にとっても気をつけた動きということになっておきそうです。では今の現在地はとなってくると、全然まだ高値なんですよね。ということはもう少し押しの余地もあると、もしかしたらもこの辺りをサポートにしてもう一度こう高値を伺う動きも出てくるかもしれませんけども、やっぱり一旦この高値というのが見えてはいますんで、ロングしていくんならもう今調整の動きが見えてるわけでね、上の方では買いたくないですかね。しっかりこう下に引き付けてのロングが基本になってくるかなと思います。あとはもう今日明日の月末4位というところをね、気をつけて見ていくんなら、まあ、短期的にこうショートをしていく場面というのも、まあ、面白いといえば面白いですかね。あくまで調整の推しに過ぎないですけどね、ただまこれをショートで見ていくというのも、まあ、僕はありだと思いますけども、ただあくまでこれも短期勝負ですからね、大きな流れはもうこれはもうドル買いトレンドがしっかり出ているかと思います。基本的にドルをどこで買っていくのかという今は相場だと思いますので、そこは注意が必要だと思いますね。高値更新みたいな動きが出てきた際にはこれズルズルいかないように、まあ、そのあたりこう注意して見ていくことになりますかね。昨日の相場は金曜日の高安を抜けていません。今は調整局面見てますからね、高安の把握がまずは大事になってくるかと思いますので、金曜日の高安というのを一旦の、まあ、高値安値と見て、まあ、高値圏ではこう売りを意識ですかね、安値圏では買いを意識、まあ、このあたりを意識しながら、まあ、今日はね動きを追っていこうかと思います。はい、変わりましてこちらがニューヨークダウの CFD 時間足に冷やしを重ねています。ダウ平均なんですけども、全然まあ昨日動きなかったですね。もうこれは仕方がないかなと思います。やっぱり今日からがスタートになってくるかなと思いますので、まあ、週末の目線、これを変わらず見ていくことになるかと思います。週末の目線はというと、まあ、これをどう見るかで意見が分かれてきそうというところじゃないですかね。これをブレイクと見ていくんなら、下落トレンド見えてますからね、戻り売りを見ていくと、まあ、これも全然間違いではないと思うんですけども、はい、ただし、上位足で見た際にですね、こちらが4時間足、週足を重ねています。週足環境ではこの辺りにサポートが見えてたんですね。一旦割れたんですけども、急に戻して引けていますので、まあ、これをサポートと見ていくんなら、ここレンジですからね、現在地ってレンジの安値圏なんですね。であれば、こう一旦買っていくのもおかしくはない場所。まあ、どっちがこう正解とか間違いとかいうわけではないと思うんですけども、まあ、個人的にはやっぱり上位足を優先して考えたいですかね。しっかりサポートされてるんではないかなと。であれば現在地安値圏ですから、一旦ロングを見ていく場面っていうのはこう意識したいところですかね。まあ、アメリカ株においては5月、まあ、大してこう動きはなかったですから、まあ、月末絡んでますけどもね、まあ、そんなにこう意識しなくてもいいのかなと思います。安値圏というのをひとまず僕は意識して、まあ、買い場を探るのが面白いかなと思いますね。はい、変わりましてこちらが日経平均の CFD 時間足に冷やしを重ねています。5月といえばもう日経平均がすごく強かったと、そういう1ヶ月になりましたかね。5月の初めは2万8000台だったんですけどね、現在3万1000台ということで、まあ、本当に強いトレンドが出ています。まあ、なかなか一月で3000円、まあ、10% 上げる相場というのもないかと思いますけども、まあ、それだけこう強い流れが出た、そしても月末ということになります。まあ、さらにこう昨日はね、高値更新しなかったということにもなります。まあ、昨日海外勢はほとんど入ってこなかったかと思いますんでね、まあ、これは仕方がないかなと思うんですけども、ただまあ調整の形が見えたのは事実で、そしてまあ月末も絡んでるということになります。このあたりを調整レンジと見ていくんなら高値圏も見えてきますんで、まあ、一旦こう売りは意識したいところですかね。まあ、売りといってもあくまで調整の売りに過ぎない、チャートの崩れが見えるわけではないと思うんですけども、ただ流れが止まってしまっている以上はもうこの辺りは高値圏かなと思いますんでね、やっぱり買っていくのはもうちょっと難しい場所になりますかね。ですからまあ積極的にこう売りを見る必要はないにしても、買いは慎重になっていいんではないかなと思います。まあ、リバランスなんかも絡むとね、少しこの調整の売りが強く出てくる場面というのもあるかもしれませんのでね、まあ買っていくんならその辺りにこう気をつけながら、まあ、この2日が、今日明日ですね、この辺りは見ていくことになるかなと思いますね。はい、変わりましてこちらが金の CFD 時間足に冷やしを重ねています。金はもうサポート割れてきている売りのトレンドという形が見えてるんですね。まあ、特にまあ先週は安値を更新してきています。ただしまあ金曜日に一旦流れが止まってますから、自分ならやっぱり調整局面意識したいと、売りのトレンドが見えてますから、まあ、下への流れを見ていくんなら戻りの壁探しが最初の仕事。まあ、一旦はもうこの辺りをバックに売っていくのが面白いのかなと思いますけども、ただしですね、
はい、こちらが4時間足週足を重ねています。週足見ていくと先週の週足がすごく大事な動きになっているかと思うんですね。直近のサポート終値ベースで割り込んできています。ただ今この流れが止まっている場所、これ前回のヒゲ先部分でもありますし、前回壁になっていたところでもあるんですよね。1950ドル前後ですかね。今の現時点での流れを見ていくとこの辺りで流れが止まってますから、意識はされていそうだと。これがサポートとして見えてしまうと買い戻しの動きなんかはこう出てくるかもしれませんし、それとも今週この買い戻しが強く出てきてしまうと先週ブレイクしてますからね、このブレイクの否定みたいな形になってしまうと再びまあサポートも見えてきてしまいます。チャートとしてはすごく強いですから、押し目買いしたい環境というのはこれ全然あるかと思うんですよね。割れたからまあなかなか今は買えないわけですけども、その割れたという形が否定されたらこの上にはレンジが残っているわけですからね、この辺り安値圏レンジの高値までの買いなんかはまた出てきてもおかしくないですから、まあもしこう金を買っていくんならこの動きをしっかり待つのが大事、まあ、確認するのが大事かなと思います。逆にまあショート目線、下への流れを見ていくんならもうこのサポートは割っていかないとダメですね。昨日の安値を割り込んでこないと売りの流れが見えてこない。昨日は全然動かなかったですからね。海外勢が戻ってきた今日、もう買いが入ってくるのか、それとも先週安値を割り込んでくるのか、すごく大事な日になってくるんではないかなと思いますね。はい、ということで、ドル円ですけども昨日動き全くなかったですね。もう海外勢お休みでしたから、これは仕方がないかなと思います。まあ、今日が実質的なスタートと見てもらってもいいかと思いますけども、ただ今日は明日で5月が終わります。そして5月といえばもうドル円本当にいいトレンドが出てましたんでね、まあこれはこれでいいんですけども、現在も流れが止まっています。調整の形も見えているだけに、少しまあ月末要因、絡んだ売りの流れは気をつけたいところですね。はい、こちらドルインデックスですけどもね、全く同じことが言えるかと思います。5月はドルがすごく強かったんですね。これはこれで、しっかり来月も見ていかないといけないとは思いますけども、ただ今も流れが止まってますよね。この止まったのはもう先週の金曜日から止まってますからね。現在は調整局面を見ています。ということは現在地はまあおそらく高値圏になってくるんかなと、まあ、そういった環境で迎える月末にもなります。まあ、高値更新すれば、まあ、それも関係なく強いということになってはきそうですけども、まあ、高値圏ですからね、少しまあ調整の売りなんかにも警戒は必要かと思いますね。まあ、すごくドルは強いのはもうこれは誰でもわかるんですけどね、ただ高値でドルを買うかどうかは別問題。まあ、今日明日あたりは少しまあ警戒心を持ってみてもいいのかなと思いますね。注意はしたいところです。月末絡んだ調整、これを意識しながら今日明日あたり値動きは見ていこうかと思います。今回は以上になります。ドル円以外の通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。